最有機の早期の半本後正恩頃から1582年頃は中国名の管理、軍人。字は何字ただし、号は社用三人。チャンス昭和安婦三要件の人。中国では老人が中国小説史略で記述してから最有機の著者として認められているが、確証はなく日本の大田達夫や中野美代子らの反論がある。父のご栄は、 石膏省公衆府、新河県の教諭をしていたが、後に、妻の女子の実家を継いで、絹物省を継ぐが豊かではなかった。省恩は、側室の長子の子として生まれ、幼少から、文才ありとして近隣に知られ、文章の大作をして、収入を得ていた。1544年都市密犠牲に選ばれ、北京中央で官職を得ようと何度かゴミを受けるが、うまくいかず、 1553年に、長考県の県、進むの職に就いた。しかし、布告されたため1年余りで、袖を払って、帰ったという。晩年は、倍分で功を成し、80歳の高齢まで生きたという。私文では、当時の一流で、清に、朱依存の案だ、名歌そうに7編が収められている。あと、7子の、女中高とも親しく、女中高が紳士となった時には、 北京に訪問している。典型和洋夫氏には、生は瓶にして知恵は王氏、広く多くの書物を極めた。詩文をなし、筆を下ろしては生が流霊を立成し、新官の風があった。また開逆を良くし、ところに雑記を、育種も表しては、一時、その名を震わしたとあり、著作に、社用集、春秋列伝書、最有記》が挙げられている。だがこれは、 五小音没後の記録である。彼は、たくさんの著作があったというが、成果が貧しく、史上もないので作品は散逸している。回帰小説集、雨定期も、名前のみ伝わり、内容は失われている。現在は後世に編まれた、社用先生存行、全4巻があるだけである。1958年に、劉修業が、五小音四文集を、編集、刊行している。 最も著名な、最有記に関しては、最後の改定をした作者とみなされ、中国本土では、その主張が広く知られている。いわゆる名漢本、与徳、道元の陳元行による序では、作者は不明とされているが、県立帝の時期に、ワイアン出身の学者が昭恩の検証をはじめ、クレダマ、三葉氏、提案、石帝記事続編、玄葵、 茶用客話で自責が記され、これらでは最有機を小音の作とされており、路人や古敵はこれらを元に受けた回り音を最有機作者とした。日本においても1963年に刊行された大田達夫と鳥井久信の訳による平凡写版でも五小音作と明記され、岩波文庫の小野忍の役でも流歩付きで五小音作が踏襲された。だが、大田は その後研究を深めた結果、中国古典文学体系本以降は、五章音のクレジットを外し、後に最有機の研究などの論考で、五章音に最有機という著作があったことが事実だとしても、それは三蔵法師と孫悟空の物語ではないことを立証した。中野美代子役では五章音は明記されず、解約版でも五章音作者説は取られていない。 中国でも1990年代以降に語が最有機の作者という説に疑義が提示され始めている。ありがとうございます。